どうもロコと申します。それでは今回サイドストーリー一番槍の共演、こちらをやっていきます。ではボーナスメンバーでやっていきます。異界の戦いはさらに激化、連合軍の領地にまたしても敵勢が攻めてきた。英傑たちは迎撃のため戦場へ向かう。その中には学神井伊直政、福島正則がいた。くしくも一番槍として名高い男たちである。彼らの行動力、決断力、そして一番槍たちをまとめる馬長の闘志がこの戦の勝敗を握ることとなる。しゃあ戦場に一番乗りだぜ息切れしてる。勝手に誇っていてください。本当の勝負はこれからですか。悔しいんだろ直政ちゃん、素直に治れってなあ。お二人ともあれを、すでに誰かが戦っていますあれは馬隊敵に囲まれているようだ。あ、ここで馬隊なんだ。ここはすぐに動くのが最善。皆さんお先に失礼します。おう、バチエル、一番槍は俺なのマジで。それでは、挑戦目標が雇用真実、馬体を 50% 以下にせずに勝利、アテナを、お、これ厄介だね。合体真実で撃破か。一応見てみようか。こう見るようにして。で、馬体の救援、馬体の配送、もう馬体基準ってことですね。馬体が窮地に陥っている。急ぎ救援せねば。で、これとした馬体救援せよ。了解。俺が出るのが最善です。迅速さにおいて右に出る者はいない、うん、いえ教師家ですよ。一番槍は私にお任せ。熱いなみんな、熱苦しい。でもいいっすよね。一番槍は福島正則だ。これ俺が速攻で救ってやるぞこれ実況する暇あんのかな。待っていてくれ、すぐに助けに行くぞ。よいしょ、先に前田刑事使うの初めてなんですよね、なんだかんだ。前田刑事はなんだかんだ使うタイミングがなくって、使ったことなくって。この前田刑事のね、圧倒的な存在感っていうのがね、好きっていうよりかはなんか憧れる対象ですよね。うい、宮本武蔵はね、別に思い出は特に正直ないんですけども、あのオロツの時にね、宮本武蔵が勘違いで味方を襲い始めるっていう話があって、あの時はね、なんかちょっとまあもうみんなもう、あの周りの武将たちもまあ宮本武蔵だからな、しょうがねえよみたいな、あの感じは面白かったですけどね。お褒めに預かり光栄です。これで馬隊殿の救援に向かいますね。んと、あ、こっちだね。信じておった格が違ったわ。ああ、敵か。普通にマップの上の方行っちゃったけど、まあいいか。多分まあ正直難易度普通なんで、まあ負けることはないと思うんですけどね、気楽にやってます。今は難易度シュラをね中心にやってるんで、こういった時にね、殿のところまであと少し、うん、そのまま駆け抜けましょう。お、カーソルにいた？どこだ？あっちか。やべやべ。あ、綺麗な花火だ。敵を一掃できたな。でもみんなが楽しそうだな、この素晴らしい活躍だったぜ。なんだろう、この一番槍の舞台のこの緊張感ない感じ。とてもいいと思います。馬長殿の命を受け救援に参りました。どうやら私たちが一番乗りのようですね。これはざっとこんなもんだ。俺と学神、速攻二人組の前に学神と福島で仲良くなってんだ。馬鹿の知り合いなの？この喋り方、懐かしい感じがする。
うん、チェックポイント。心配されてる。うまく敵を釣り出せたよ。釣り出したようだ。ダメじゃん。一気に殲滅するのだ。てめえら全力でいっちまえ。お疲れさまこれ。どうすんだこれ。おっと。どうすんだこれ。いやー強い前田刑事。しのぎきれるか。おやばいやばい。耐えるのみ。そういう感じ？本陣を救援しないとまずそうだよ。よかった戻れてて。周りの敵もついてくるね。よし。俺が伏兵を引きつけつつ敵本陣に迫る。その隙に他の者は味方本陣に向かってくれ。すごいあの馬長がちょっと存在感がちょっと薄く見えるね。から敵本陣をつく。そうすれば攻撃の形を取れるか。受けて立つ。最善だ。うん。とにかく本陣の救援に向かいましょう。仲間たちの思い無駄にはできません。で本陣への殴り込みだ。つま見せ場だぜ。本陣に急がないとね。助けられたオン返しちゃうよ。バタイ。もうちょっと周りのこと拾ってあげてもいいんじゃないですか。バタイ上杉集大。さすがに一番よりはいくら負けたって構わないって感じかな。なんだっけ、あ、氷か。で、あ、これちょっとボーンってやつか。直政殿は素晴らしい方です。うん。できればヒット数300いきたいんですけど、まあいいか。好敵手はもう間に合ってます。好敵手はもう間に合ってますか。この後フェンリルを僕今使ってますけど、最近追加されてないものですね。これがね、すごく。あれ、さっき学神と良かったって言ってなかった。もう福島もうみんな好きだな。この間イベントでも宝山城と気があったし。いいよねこの少年っぽい感じがね、たまらない。など無用です。俺が招いた危機は俺の手で打破せねば。招いた危機。本陣が安全となった今、敵対象。なんか何話さ、なんかね、クールそうな喋り方する場合には結構ね釣られちゃうからね。いよいよ敵対象に突撃ですね。みんなで協力すれば必ず勝てます。突撃。よし、敵の本陣へ向かおう。仲間もきっと信じて待ってるはずだよ。学神、三国無双のアプリの方でメインストーリーがの後半の方で学神が敵として出てくるんですけど、まあ武将が出てくるときって必ずこう決め台詞みたいなもの一言言うんですけど、学神のこの決め台詞みたいのが調子に乗ってもいいですかって言うんですけど、アプリの方やっぱこう何回もねこう最高ランクを得るためのこう挑戦しなきゃいけなくて、調子に乗ってもいいですかってセリフをこう何回も聞くとね、もううざったくなってきちゃうっていうね。それが主にとっての最善につながるからです。とっても主思いなんだね。でも君自身のことも大事にしなきゃダメだよ。魔王旗水艦自分のことを大事にしなきゃダメだよって言った時に馬長が突っ込もうとしてる。面白い。これあれだね、調整気をつけなきゃいけないね。一番槍にこだわってるね。何か理由がある。あ、何これ、バター一人ずつ聞くの。私自身と兵の恐れを張れ。それぐらいしか。こんな感じかな。わかったぜ。よし、これで OK だね。謙虚も度が過ぎると大変だね。当たっちゃった。これを糧に俺はさらに精進。このいい名はその伏し目がちな顔好きなんですよね。戦は成り立たない。後方支援と
仲間の大切さを学びました。本当に学んでるかな。これでもう安心だね。仲間が無事で本当に良かったよ。みんな助かったよ。本当にありがとう。ってあれ、なんでそんなに神妙な顔してるの。一番槍の甲に気を取られ、本陣を手薄にしてしまうなど、ダメだ、ダメすぎる。私も反省しています。本陣のお二人には申し訳のないことを。気にするな。うむ、先陣四人の力で勝てた。先陣で頑張る人がいて、後ろを支える人がいて、みんなで助け合って強敵と戦っているんだね。君たちの関係ってすごくいいよ。俺もその仲間に入れてくれる？ああ、もちろんだ、バタイ。これからよろしく頼む。俺の出番だね。バタイ、行くよ。そうね、バタイどこで仲間になるんだと思ってましたけど、サイドストーリーの方なんですね。はい、じゃあちょっとサクッとやったストーリーでしたけども、今回はちょっと短い話でしたね。まあ結構ほんと早く終わっちゃったから、まああとはこの後ね、ちょっと武将同士のトークを聞いて終わりたいと思います。それでは。ああ、ゴエモン殿、あなたは惜しい、実に惜しい。 おいおい、会っていきなり惜しいはねえだろ。俺様傷つくぜ。あなたの内面に花公園将軍と同じものを感じます。心の清らかさ、美しさとでも言いましょうか。あ、そういう捉え方。あなたは弱き者を助ける義賊と聞きました。なぜそのことを誇らないのです。なぜうちに閉じこもろうとするのです。それをみんなに比べてモテねえし、人気もねえし、顔を作るだってあんたみてえに整っちゃいねえし。そこです。誰より美しい、誰より醜い。美とは他人と比べるようなものではありません。あなたの心は美しい、それは事実です。自信を持ち、しっかり磨き上げることでさらに輝きを増すことでしょう。では失礼。言うだけ言っていなくなった。おい待ってくれ、あんたの話もっと聞かせてくれ。おい集団、お前いつも張り切ってんな。俺には気持ちに火をつけてくれるやつがいる。そいつと一緒に絶対孫悟を盛り立てたい。だからいつでも燃えてるんだ。文字通りいつも燃えてますからね。お前には熱くしてくれるやつはいないのか。そういうんじゃねえけどよ、ほっとけねえやつならいる。剣の腕はずば抜けてる、だけど危ういんだよ。もう何度も刃を交えてる。その度互いになんとなく気がついてる。こいつを超えねえと剣を極められることはねえ。なんか佐々木小次郎のことなんだろうけど、なんだろうこのちょっと言い方がね。好敵手ってやつだな。なあ、聞いてるだけで燃えてくる。けど実は武蔵殿と俺もそういう仲になれるような気がしてるんだ。熱い戦いぶりに正直火をつけられたしな。あれ、三角関係かな。ああ、俺もそう感じていたところだ。修繕、お前とはいい付き合いができそうだな。大丈夫、嫉妬したんじゃないの小次郎さんが。俺、お前が瞑想してるのを見るのが好きだ。渦み火のように静かに熱を叩いてた気が、次の瞬間透き通って熱い青い炎となって燃え立つ。あれもなんか好きになっちゃってる、これもしかして。はあ、お前はすごい、すごすぎる。でも言い方よ、さっきから。もういや、すごいのは主前お前の方だぜ。常に努力を忘れず成長し続ける姿に何度熱くさせられたか。なんかおかしいぞこの会話。お前が誇れる仲間でありたい、その思いがあったから俺も成長できたんだ。そうか、最初に予感した通り、俺たち熱い好敵士になれたみたいだな。なんか違うぞこの会話。ああ、
これからも互いに切磋琢磨していこうぜ、修繕。よう、刑事。お前ずいぶんと派手好きって話じゃねえか。あ、なんかこの組み合わせもいいっすね。大友が派手好きってのは粋じゃないね。歌舞伎者と呼んでもらいたいもんだ。歌舞伎者ね。で、お前戦の方もできるんだろうな。見かけ同士じゃ話にならねえぞ。はっは、敵の度肝を抜くことにかけちゃ右に出るやつはねえ。俺は天下一の戦人だぜ。お、そりゃ気が合いそうだな。俺もな、実は奇襲攻撃は大得意なんだ。おお、いいね。俺たちで戦を派手に盛り上げようじゃねえか。あれ、加工園そういうイメージでしたっけ。まあ奇襲攻撃はわかるけど。おうよ。しかし、なんでだか俺の周りは変わったのばっかり集まってくる気がするな。なんだろこれ、どういう意味だろう。おお、渋野、あんたも若い時にブラブラしてたそうじゃねえか。このはぐれ雲と気が合いそうだね。おお、この組み合わせも熱い。俺の場合は家が裕福だったからな。それは思う存分ブラブラできたぞ。困っている者に財産を分け与えたり、高名な人物に会いに行ったり、今思えば充実した日々だったかもしれん。なるほどね。あんたの度量はその日々に培われたってわけだ。刑事、お前のその豪放雷楽な姿勢も放浪時代に培われたのではないか。どうだかね。俺の場合は気に入らねえやつを殴ったり、いたずらして逃げたり、むちゃくちゃな日々だったぜ。あ、ガキ大将みたいな感じ。そしてお前が出来上がったというわけか。天下御免の歌舞伎者とはよく言ったものよ。うん、そうやってまたブラブラしてたら、今度もまた面白い御仁と出会えたってわけだ。仲良くしてくれるかい、ロシュク。お前にかかってはこの乱も宝刀の一部か。そんな大きな男と知己になれて嬉しく思うぞ、刑事。